エラン級通報艦はフランス海軍が第二次世界大戦前に建造した通報艦で同海軍では二等通報艦に類別していた。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する。 艦隊通報艦が主流であったが、その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。 本級は、爽快能力を持つ日東通報艦として1935年度計画で1隻、1936年度計画で4隻、1937年度計画で8隻の、計13隻が建造、収益した。本級の船体は、平ら艦艦型船体で外用でのしのげなみ製の、良好なクリッパーバウ式艦首を持っていた。艦減の低い艦腫艦艦上に丸みを帯びた、 上部構造物設けられており、全部に単層基準を配置した。その後ろに、両脇に船橋を持つ東型の環境を基部として、簡素な短脚式の全部マストが立ち、環境基部で上部構造物が終了。船体中央部に一本煙突が立つが、煙突の周りは関西低置き場となっており、上部構造物後部の原則の2本一組のボートダビットが、 片弦一機ずつ、計二機により運用された。煙突の後方の後部見張り台を基部として、短脚式の後部マストが立ち、船体後部の居住区の上に、主武装が配置された。設計時は1925年型1 0トル連装砲一基の設定であったが、 艦によって1892年型 10cm 炭素速射砲1機もしくは 9cm 連装広角砲1機など異なる武装が搭載された。後に自由フランス軍時代にはイギリス海軍の 10.2cm 連装広角砲が搭載された艦もあった。艦尾艦板上には総海具が設置された。ありがとうございます。